はい、こんにちは、116インズです。さあ2月に入りまして、いよいよスプリングトレーニングも目前。来週にはピッチャーとキャッチャーが各チームのキャンプ地に到着し、本格的に野球の季節へと向かっていくことになりますね。オフも終盤といった印象で、ここまで来ると大型補強というよりはマイナー契約などで招待選手を確保する動き、デプスを確保する動きが最近は多い感じで、脇を固める動きがどのチームも多くなってきているのかなと。ただもうスプリングトレーニング目前というのに、依然としてそれなりの活躍が見込めそうな選手たちがまだ FA 市場に何人か残っていまして、昨年活躍した選手だけでも先発投手のマイケル・ワカですとか、リリーフではアンドリュー・チェイフィンやマット・ムーアなど、ものすごくチームにインパクトを与えるわけではないにしても、ソリッドな活躍を見込める選手たちがまだまだ市場には残っていると。そして野手ではジュリクソン・プロファーもその一人と言えるでしょうか。プロファーは2020年オフにパドレスと結んだ3年契約がまだ残っていたため、今季もパドレスに残ることもできたんですが、750万ドルの年俸を捨ててオプトアウトを選択。昨年は自己最多となる152試合に出場してホームラン15本、 WRC プラス110とリーグ平均を上回るバッティングを見せながら、レフトでは10個の捕殺と攻守にソリッドな活躍を見せて、ベースボールレファレンス算出のウィンザボリプレイスメントでこちらもキャリアハイとなる 3.1 を記録。昨年の成績を考えたら、より大きな契約をもらえるチャンスであるこのタイミングで FA を選択したこと自体は理解できるんですが、ただ2月にもなって未だ FA という事態は本人としても少し想定外だったかもしれません。プロファーはほどほどに打ちながら、外野を中心にたまにファーストやセカンドにも入れるユーティリティ性がアピールポイントかと思っていましたが、ただ昨年はレフト1本でプレーしたことで、そのユーティリティ性を十分にアピールできなかった。むしろ近年の彼なら外野手として考えた方が自然と球界内で見られるようになってしまって、でそれだと打力が少々物足りないなど、こういった背景から本人が思っていたほどには評価されていないとかあるんですかね。一時はヤンキースやオリオールズなどがプロファー獲得に興味を示していたようですが、そこからあまり進展した様子はないですし、まあさすがに昨年のパフォーマンス考えたら、いつかはどこかしらと契約するでしょうが、果たしてパドレスとの契約からオプトアウトする意味があったと言えるほどの契約規模になるかは、今の段階では何とも言えません。コンオフ FA となることを選択したのはプロファー自身ではあるので、2月にもなって契約できていない状況はまあ仕方ない部分があるにしても、それにしてもプロファーのここまでのキャリアというのはなかなか思い通りにいかない、苦労が多い印象もありますね。ちょうど10年ほど前のプロファーといえば、5ツールプレイヤーのポテンシャルを秘めた両打ちのショートとして、球界の中でもひときわ高い期待を受けていたレンジャーズの若手有望株で、若くしてマイナーで結果を残していたことから、2012年、当時まだ19歳のシーズンでしたが MLB デビュー。当時のレンジャーズはセカンドにイアン・キンズラー、ショートにエルビス・アンドラス、サードに来年殿堂入りするであろうエイドリアン・ベルトレと、内野陣が非常に豪華で、でそこに内野手のプロファーがいたことから、彼をどのポジションで使うか明確に定まっていないという問題はありましたが、まあプロファーに関しての大きな悩みはそれくらい。2013年開幕前の時点では、様々な媒体において球界ナンバーワンプロスペクトにプロファーは挙げられていましたし、レンジャーズの未来を背負って立つ存在として、これからが非常に楽しみな選手でした。この時のプロファーは苦労続きのキャリアとは無縁、メジャーリーグのスターとして活躍する輝かしい未来が待っている、そんな感じの選手でした。で、球界ナンバーワンプロスペクトとなった直後の2013年シーズンのプロファーは、先ほども触れた通り、当時のレンジャーズ内野陣が豪華すぎて、彼がレギュラーでプレーできるポジションがなく、様々なポジションを守りながら打席数を確保しますが、85試合で OPS6 割4分4厘と微妙。もちろんこの当時まだ20歳のシーズンなので、多めに見る必要はあるでしょうが、プロスペクトとしての期待の高さを考えると、少しがっかりな部分も否めなかったのは事実です。ただレンジャーズはプロファーがここから MLB に適用できるとある程度自信を持ったんでしょうね。直後のオフにセカンドのレギュラーだったキンズラをタイガースへ放出し、プロファーのためにセカンドのポジションを空けます。これでプロファーがメジャーの舞台で輝く準備は整った。あとは彼がその才能を発揮するだけの状態まで来ていたのですが、ここで彼のキャリアを大きく狂わす怪我に見舞われてしまいます。2014年のスプリングトレーニングの終わりに、プロファーは右肩大円筋の筋断裂で長期離脱となってしまうと、不幸なことにリハビリ期間中にベッドで寝返りを打った際に、その怪我を再度悪化させてしまったことで、そのまま2014年シーズンを全休。その後も肩の状態はなかなか改善せず、結局2015年2月に右肩関節診の手術を受けたことで、2015年シーズンも全休と、丸2年間メジャーでプレーができず、2度の肩の大怪我でショートとしての未来に大きなダメージを与えただけではなく、2年間全休したことで選手としての成長や MLB への適用に充てるべき貴重な20代前半の時間を失ってしまったことも、後の彼のキャリアに響くこととなります。
2016年にようやく復帰できたプロファーですが、ブランクの影響もあってか思うような結果は残せず、2016年と2017年の2年間合計でわずか112試合に出場し、この間の OPS が6割3分2厘と、もはや球界最高の有望株と呼ばれた時代は遠い過去のようにも感じました。2018年25歳になったプロファーはようやく健康に1年を過ごし、そしてここでプチブレイクを果たします。この年のプロファーは当時の自己最多となる146試合に出場して、ホームラン20本、 OPS もそれなりと、ようやくかつてトッププロスペクトとして期待されていた選手の片鱗をメジャーレベルで見せますと、オフにセカンドのレギュラーを探していた同地区アセチックスへとトレード。アセチックスからすれば、願わくばプロファーがここからかつてトッププロスペクトとして期待されていた姿を取り戻し、前年からさらに飛躍することに期待していた部分もあるでしょうが、ただ2019年のプロファーは見事なまでの逆噴射ぶりで、打ってはリーグ平均以下のバッティング、守ってはセカンドで DRS-20 と凄まじいマイナスを叩き出してしまい、攻守に全くの期待外れに終わってしまいます。特に送球面でイップスのような状態になるなど、思ったようにボールを投げられず、この年のエラー13個のうち11個が送球エラーと、見ている方も辛くなるような状態でしたね。少しキャリアが好転したと思ったらまたも転落、セカンドのレギュラー候補から一転ノンテンダー候補となったプロファーは、2019年オフにパドレスへとトレードとなります。ここまで苦労続きのプロファーでしたが、しかしようやくパドレスで居場所を見つけます。レンジャーズ時代から彼を知る AJ プレラー GM が率いるチームで、プロファーは存在感を発揮し、2020年は短縮シーズンながらも、2018年に見せた打力は決してまぐれではなかったことを証明しましたし、それは昨年に関しても同様でしょう。パドレスに来てからは外野やファーストでの出場機会も増えるなど、ユーティリティとして活躍も光り、プレラー GM もプロファーのそんな器用さなどを相当気に入ったのか、2020年オフに3年総額2100万ドルとなかなかの規模の契約もプレゼント。プロファーもパドレスを気に入っているようでしたので、まさに相思相愛の関係性にも見えただけに、もちろん成績を考えれば当然理解はできるものの、それでもオプトアウトするんだなと思った部分もあります。そのあたりは実に MLB らしいビジネスライクな選択だなとも思いましたが、結果的にはまだ契約できていないあたり、市場をちょっと読み違えてしまったかもしれません。なかなか思い通りにキャリア進みませんね。球界ナンバーワンプロスペクトとなって以降、様々な困難に直面したプロファー。ただそのキャリアの過酷さを感じさせない点は、個人的にはプロファーという選手すごいなと思う部分でして、パドレス時代がそうだったように、今の自分に与えられた役割をしっかりこなしますし、クラブハウス内でも人気者、ムードメーカーとの声が多いように、キャラクターの部分もまた魅力的、笑顔が本当に素敵な選手で、クラブハウスにエネルギーをもたらしてくれる存在ともされますよね。こういった要素を持ち合わせていたからこそ、当初期待されていたスター選手ではないかもしれませんが、なんだかんだ今も MLB で生き残れているのかなと。2017年の WBC でヒットを打った後にベンチを盛り上げることに夢中になったあまり、帰塁の動作が緩慢となってしまってモリーナに刺されるという球史に残る伝説級のやらかしを筆頭に、ちょっと抜けたプレーがあるのも否めないんですが、それでもメジャーレベルで彼の力を必要とするチームはいるはずですので、早く契約が決まるといいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。